豚麺が高いので改造してみた。こんにちは、100円娯楽でーす。子供の頃誰しもお世話になった豚麺というカップ麺兼駄菓子、そんな豚麺が見ない間にこんなことになっていたとはね。ということで豚の麺太郎、値段は68円ですが元値が98円。今そんなすんの？50円前後で買えたあの幸せは今や獄門境の中。今回はたまたま68円で買えたから良かったものの、98円はちょっとお高いので、今回はこれだったら98円払いますわという豚麺に改造したいと思います。という動画を進めてまいりますが、最近とんでもない穴場を見つけてしまって、今回も使わせていただきます。鶏ガラの詰め合わせ、お値段は37円。ちなみに豚麺が税抜き換算だと63円、鶏ガラが税抜き換算で37円なので、100円ぐらくかっこ税抜きでは予算の範囲内なのでご安心ください。この説明を続けてもうすぐ4年が経ちます。そんな鶏ガラを一旦焼きまして、食べられる部分をせっせと分けていきます。昨日中学校の頃の同級生と7年ぶりに会って飲みに行ったんですけど、久しぶり元気してたって言われたから、いや動画見りゃ元気だってわかるやんって言ったら、俺動画見てねって言われた。ないでいいっていう作業を20分ぐらい繰り返して、普通に豚麺を作ったらその上に乗せて完成。こちらが98円出せる豚麺、気になるお味がこちら。まあうまかったけど、鶏肉と豚麺は別々で食った方がうまかったな。うん、78点。